尿路系に沈着する結晶の石である血石のこと。もしくは、その石が詰まってしまうことにより起きる症状のこと。しばしば激痛を伴う。様々な要因は明確にはなっていないが、発症は動脈硬化と類似し、メタボリックシンドロームの病態の一つだと考えられるようになってきており、予防法に共通点も多い。体外衝撃波結石破砕術の登場により、 尿路結石の治療は変化し、患者の負担は少なくなった。しかし、再発予防は重要で、水分を多く摂る、肥満防止、食生活改善が基本である。脂肪、動物性タンパク質、茶、紅茶、アルコールを、特にビールを減らし、ほうれん草など、中産の豊富な野菜に気をつけ、カルシウムは多すぎも少なすぎもせずといったことである。日本人の場合、 95%以上は、上部尿路血石である。腎臓、尿管、膀胱、尿道にできやすく、中年男性に多い。腎臓血石と尿管血石を、上部尿路血石、膀胱血石と前立腺血石を、下部尿路血石といい、日本人の場合、上部尿路血石が大半を占める。男女比では2.4対1で男性に多く、 日本人の生涯罹患率は15%程度である。男性の後発期は40歳代、女性は閉経後に多く発症し50から70歳代が多くなる。しばしば激痛の発作を伴い、血跡の潜痛は痛みの王様、キングオブペインと言われるくらいに激烈である場合が多い。腰周辺や脇腹、背中側あたりに感じられ、倒れ込んだり、 稀に出身する患者がいるほどの痛みである。しかし、尿管血石の約3割は痛みを伴わない。血石は多くの人でしばしばできているものではあるが、できた血石の大きさが尿管よりも小さい場合は、自然に尿管内を移動して、排尿と共に排出され、痛みも発生せず、本人は何らだ問題を感じていない。しかし、血石の大きさが尿管と同等もしくは、 それより大きい場合、尿管を塞いでしまい、腎臓で尿が作られるにつれ腎臓から血石の位置までの力が高まって、雪劇痛が発生する。この状態で CT 撮影を行うと、ほとんどの場合、腎臓の肥大が起きている。日本で全国規模の調査が行われたことがあり、その結果が1995年に発表されたが、それによると、 日本人の男性約11人に1人、女性26人に1人が一生に一度は、尿路血石に悩まされる、とされた。男性の発症率は、女性の発症率の2倍と言われている。後発年齢つまり発症しやすい年齢は30代だと、されており、大まかに言えば青年期から、早年期にかけての人に発症する率が高く、子供では稀である。 尿路血石の要因の一つが食の欧米化だとされており、生活習慣病に分類される。尿路血石が起きる人は、やがて動脈硬化などの生活習慣病にもかかってゆく傾向がある。また、糖尿病患者の約20%には、尿路血石の合併が見られるとする研究がある。尿路血石は発症すると激痛を伴うことが多いので、 早急な対処が求められる。また、5ミリメートル以下の尿路血石では、血石が尿管を通過すると、それまでの激痛が急激に消失する。およそ10ミリメートル未満の血石は、自然排出を期待して、水分及び鎮痛剤、利尿剤を用いて、自然排出されるまで、経過観察することがある。保存的治療法。 5ミリメートル以下の尿路結石が疑われる場合には、排石剤のウラジロガシエキス、ウロカルン、鎮痛剤のチキジウム臭化物、チアトンカプセルほか、ジェネリック品ありが投与されることがある。また尿をアルカリ性にして、排石を促すために、排石促進剤として、クエン酸、ウラリット状が処方されることもある。結石が 5mm 以上で、 自然排出が期待できない場合には有効な薬剤は存在しない。近年海外のガイドライン、エアウ、アウアに準じて、アルファ1遮断剤、タムスロシンなどやカルシウム気候薬、ニフェジピンやアムロジピンなどが使用される例も増えてきている、蒸気のいずれも日本で適応外。激痛に対する鎮痛薬としては、エンセズジクロフェナク緊中は、 モルヒネオピオイドアセトアミノフェン上中よりも効果があると報告された。体外衝撃波血石破砕術エスルは負担の少ない治療法で登場により尿路血石の治療は変化した。体外の装置によって作られた衝撃波、音波の一種を血石に向けて集中させて血石を砕き砂状にして尿と一緒に体外へと排出させる治療法である。 1>, 1回は約30から60分の治療時間で複数回行うこともある。膀胱や尿管に尿を溜めて衝撃波を加えた方が効果的である。また周辺の消化器にガスが溜まっていたり肥満など脂肪によって衝撃が緩和され効果が下がることもある。衝撃波を加えた直後には血尿が排泄されるが心配はない。 三から四日の入院が必要になることもあるが、血石の種類や大きさによっては、一泊入院や日帰りでの体外衝撃波血石破砕術を行っている医療関もあり、この治療方法のさらなる普及が望まれている。この際、ガーゼなどで覆った蓄尿瓶を使って血石排出の有無を確認する。現在この治療には健康保険が適用される。しかし、 費用は3割負担の場合でも8万円前後はかかり、また1箇所の血石破砕を何回言っても1回分の点数請求しかできない。また、保険会社によっては、当該手術を保険金支払い除外手術としているところもある。当初は、潜水管攻撃のための音響兵器として、考案されたが、実用化されず、医療機器に応用された。 ドイツのドルニエメドテックによって1980年代に初めて製品化され、その後破砕装置が一般化した。日本では1984年に札幌市にある三木海病院でタン田ヒトシラにより初めてエスル装置が導入され、治療が開始された。エスル本邦第一号機であるドルニエ社 HM-3 は三木海病院に現存している。 ト尿道的尿管採石術、トゥール、軽尿道的血石破砕術は、血石が比較的大きいために、体外衝撃波血石破砕術、エスルでは治療困難な場合などに行われる治療である。全身麻酔にて、尿道口から血石の直下までのワイヤーを留置し、そのワイヤーに沿って尿管鏡を挿入する。尿管鏡で結石を確認しながら、結石を 監視、衝撃波、レーザーなどを用いて細かく破する。尿道などの局所麻酔で済ませることも多い。対外衝撃波血石破砕術登場以後は、その件数は激減している。アボカドの商用を数枚入れたカップに湯を注ぎ、5分後にそのまま引用する習慣を長期続けることで、尿管結石を縮小、消滅させる民間療法がトルコに根付いている。 とりわけカルシウム血石の再発率は5年で45%で、あり再発予防は重要である。様々な要因は明確にはなっていないが、発症は動脈硬化とよく類似し、メタボリックシンドロームの病態の一つだと得られるようになってきており、予防法に共通点も多い。クエン酸製剤は尿をアルカリ性に傾けることで有用であり、そうする必要の原因である。 食習慣、生活習慣への取り組みが強調される。血石の主要成分は、中酸カルシウムである。2013年の尿路血石の診療ガイドラインは、尿路血石の再発予防の基本を、以下三点としている。水分では、2000ml 以上で低下する。プリン体を含むアルコール、特にビールを控えることが重要である。茶、紅茶も、中酸を含むが、 緑茶でもほうじ茶は最も少量である。動物性タンパク質と食塩は、尿中にカルシウムを排出させるため、制限することの効果は、従来のカルシウム制限より勝ると考えられる。脂肪分は、カルシウムが、周酸の吸収を影響を邪魔するという良い反応を、邪魔する。野菜は難しいところである。臭酸の多量摂取は良くなく、 茹でることで水に溶出する性質があり、溶菜類のキャベツやレタス、サツマイモやナス、特にほうれん草に含まれ、臭酸の吸収をカルシウムが減らす。一定量のカルシウムは必要である。クエン酸は尿をアルカリ性の方へ傾け血石を溶けやすくさせるが、クエン酸を多く含む野菜や果物を増やすことは、同時に血石形成を促進する臭酸の摂取過剰と、 なってしまう可能性がある。また、野菜や果物はカリウムを含み塩分、ナトリウムの排出を促す果てがあるため判断の難しいところである。集酸は他にチョコレート、タケノコなど、カルシウムを適度に摂取するサプリメント等でも、用法、容量を守り、決して過剰摂取しない。ビタミン C も、代謝産物は集酸であり、月夜にわたる過剰摂取は、 血石のリスクを高めると一般に言われているが、ガリー・カーハン・ヒロシラの論文では、ビタミン C の低摂取、高摂取による血石リスクの優位さは見られなかったこともあり、現在では間違いとされる。ビタミン C はカルシウムと結合するためその有利型は少なくなる傾向がある。これはカルシウムが集酸カルシウム、血石として分離する可能性が少なくなるということである。 また、ビタミン C の利尿作用により、周酸塩の尿中濃度が低くなる。このように、ビタミン C は、周酸塩を増やすが、カルシウムと周酸塩の結合を阻止するのである。高インスリン結晶、インスリン抵抗性は、腎尿細管におけるアンモニア酸性を抑制し、尿 pH を低下させる。結果、尿酸結石が形成されやすくなる。微生物が、 尿路結石の核となり得るかどうか議論された。ことの始まりは、1998年に、フィンランドの研究者らが、人の腎臓結石から、ナノバクテリアと名付けた細菌を分離したと発表した、ことである。続いて2004年4月に、岡山大肥尿器科の研究者らは、人の尿路結石の中に、リン海石、リン酸カルシウムの殻を持つ、微生物の存在を確認したと発表した。 これは、さきのフィンランドの実験を踏襲した再実験であった。議論の焦点はこれらの実験手法の是非や微生物がいたからそれが欠席の核になったという既存の学説を大きく揺るがす仮説であった。あとの2008年に同じく岡山大学の久門ユミラは注目を集めてきた物体は生物ではないと発表した。この物体は、 大きさが数十から数百ナノメートルと小さく、本当に生物かどうかの議論が続いていた。クモンらは血石を培養しガンマ線を当てたところ、10ナノメートルぐらいの核となる部分に脂質が酸化して、積み重なり、あたかも生物が自己増殖するように振る舞ったが、微生物説の根拠とするための DNA は、見つからなかった。米国ミシガン州立大学のデイビッド・ウォーティンジャーラは、 米生骨医学開始にて小さい腎臓血石はジェットコースターに乗って排出できることを発表している。体を揺さぶられると腎臓も揺さぶられ血石が排出されることがある。最初の論文は20回の試行が元であり、後に230回以上繰り返され血石が出る。確率は70%近かった。これは患者の証言が元となっている。 その患者はフロリダ州のディズニーのビッグサンダーマウンテンに登場し、血石が出たことを報告した。真珠型型が実験し、人工腎臓を用いてジェットコースターに乗り続け、後部車両の方が結果が良かった。4mm 以下の血石はそれほど苦もなく出すことができるはずと話している。この研究結果に対し、各専門家の見解は賛否両論となっている。 マルク・ミッチェルとデイビッド・ワーティンガーは、ジェットコースターに乗ることで、腎臓・尿管結石を除去する研究により2018年のイグノーベル医学賞を受賞した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。